我々の習慣関係ある。我々習慣は関係ある。レシップの皆さん、おはようございます。本日みんな紹介したいのは、異習慣は対人恐怖症や内向からに、まあ、フリーにつながるですね。そこから解放になるというのにつながるということですね。では早速参りましょう。僕はもう昔で結構対人恐怖症で、または内向者だったんですけれども、どうしてはそれは僕はそういう人だったかというと、まあ、15年間以上でずっといじめられて、で自分が本当にその自殺未遂のところで僕は自己啓発の世界に入った。でそこの自己啓発に入ったから自分のコーチは自分を助けてくれた。その自分の狂いの洞窟からを出してくれたものを出してくれたこそ、今はみんなにいろんなものを紹介します。では早速ですが、本日の一週間を紹介しましょう。最初の習慣は、あなたは、まあ、寝起きから何かをしますか？一番いいの習慣は500ml を水を飲む。どちらかというと、我々は寝る途中で結構水を失ったりします。でこの水を失ったりするからこそ体はすごくカラカラになる。でそれを踏まえて水を補給するとすごく体はすごくそのね、全てが回る。でそこから回るからこそ、そこからその悪いのトクシック毒を分泌するために、体を、まあ、水補給に与える。では次のステップなんですけれども、その水補給を与えたらエクササイズする。汗をかくまで、いっぱい汗をかくまでエクササイズする。汗をかかないと、その中にあるのトクシック、つまり中にある毒はあまり分泌されていない、出さないということですね。出さないからこそ、またその、まあ、自分が昨日からの毒はずっと自分の体の中に残ってる。でそれを一回出したら、まあ、体はもうフリーになる。その毒から解放になる。では体は解放になったら次のステップなんですけれども、一回落ち着く。つまり、瞑想します。特に、ガイデッドメディテーションですね。誰かの指導されるの瞑想ですね。こう、ネットで調べたら、まあ、すぐに見える。まあ、YouTube とかずっと見られます。でそのガイデッドメディテーションとか見たら、これやったら何か起こるかというと、我々は自分の考え方と自分の魂に意識化する。でその意識化するからこそ、それもだんだん浄化される。今は体の浄化プラス頭と魂の浄化になる。でそっから新しいの一日を迎えるというのが僕の習慣になりました。それになるともうすごく生産性が上がったり、またはもちろん対人恐怖症の動画消えたりだんだんします。では前に言ったんですけれども、レシェポの皆さん、僕はどこがその知識を持っているかというと、それは自分の講師なんですけれども、では、今はその知識を基づいて、僕は他の人にも助けてあげる。どちらかというと、自分は他の人を助けると自分も成長するからこそ、最近はちょっと暇があったからこそ、下の概要欄で自分のウェブサイトが書いてあって、そこでスケジュール、僕との交流をよかったらスケジュールしてください。または、もしスケジュール、もしそのウェブサイトピンとこないだったら、自分も PM も結構です。では、レシピ皆さん。僕はこの動画を毎日投稿しますので、もし次の動画の見たいなら、こちらのチャンネルに登録や通知ボタンを押してください。または、もしその動画には価値があったら友達にもシェアしてください。自分が思うのはシェアはケア、つまり人に何かを配ると
その人に世話するというようなことですね。だからもしよかったら、その友達や知り合いが好きだったら、もし何かいいことに与えたいなら、その動画をシェアしてください。また価値があったらグッドボタンともお願いいたします。僕はそのチャンネルでだいたい自己啓発などの対人恐怖症者向けの動画をしていますので、またはビジネスなど、例えば Facebook マーケティングなどの動画を見たいなら、こちらの動画をご覧いただいたらいかがでしょうか。では次の動画に会いましょう。